秀次郎探検隊っていう100キロのデブがいるんですけど、彼に好きなタイプを聞いた時に、調子のいい時の綾瀬はるかって言ったんですよ。綾瀬はるかさんって女優さんなんですけど、綾瀬はるかさんって実は顔があんまりその可愛い表情をしてない時ってちゃんと見ると可愛くないんですよ。で、あの人って演技をしてる時の仕草とかですごい可愛い感じになってるんだけど、顔の作りだけ見ると実はそんなに美人ではないんですよ。でもあの人って一応人気女優のカテゴリーになってるわけじゃないですか。っていう感じで、実はね、愛嬌と髪型とスタイルで結構人は騙されるので、そこら辺でうまくごまかしてください。野菜の売り子は可愛いよ、野球ある子がいいよ。あ、野球の売り子ね、野球のビールを売る売り子ね。はいはいはい。一番モテるのは一定以上の可愛さがある都合のいい女性。まあ、どういう相手にモテたいかっていうのにもよると思うんですけどね。